友禅はですね、約400年くらいの歴史はあります。この手書きのフリーハンドでやり始めたのは約200年くらいの歴史があります。私どもの仕事、もうこれしか生きる道がないんですよ。ですけども、世の中どんどん、ね、文化も変わってまいりましてね、着物を着る人も少なくなってきたでしょ。着る人が少なくなりましてもね、なくならんという気持ちでやってます。長い筆の方がいいかな。いけるかな。防染のりって言いまして、このようなね、これ色塗ってもね、はみ出さないね。うっかりするとはみ出しますよ。サインのバランスがいいですね。綺麗に、素晴らしいですね。上手。熊本さんの方ではこの商品を確か水前寺なという名前で呼ばれているんです。それは石川県へ来ると金地層という名前で、まず鉄分が豊富です。造血剤で地を作ります。代表的なメニューは酢の物なんです。熊本産の赤ナスです。私も長いこと八百屋やってるけど、もうこういうナス瓶出会ったのはもう最高、最高のナス瓶だと思ってます。少しでもお助けにならいいかなと思って、やっぱり余計も売れたしね、やっぱり熊本の野菜なら買うっていう人もできると頑張って、早く復興していただきたいですね、はいはい、1に頑張り、2に頑張り、3子がなくて5に頑張り、お願いね。